えっとですね、機動戦士ガンダムですね。えー、ジオンの脅威、第12話です。機動戦士ガンダムのターニングポイントになったようなお話です。えー、ギレン・ザフィの大演説っていうのがあってですね、アニメファンにはすごく有名なシーンなんですけども、あの、かねてから僕はこれの解釈というかですね、あの、にです、ね、疑問があって、これはどういうふうに見るべきなのかとか、見るべきなのかっていうのも変なんですけども、普通ですね、ガンダム見るときに、 ガンダムが公開されて、で、まあまあ見てる人は、まあ普通のアニメの好きだったり、ガンダム好きになった人なんですけども、ガンダムファンっていうユーザーがですね、徐々にできてきたと。そのガンダムファンっていうのは何かっていうと、ガンダムの映像を見て面白いと思うんじゃなくて、まずガンダムとはこういうものだっていう二次情報が先に入ってきて、その通りに見ちゃおうとする人ですか。だから、いわゆるその旅行ガイド誌を読んで、 その通りの感動を味わおうとして旅行に行くようなもんで、ガンダムを見たときに、あの、例えば、ランバラルはかっこいいっていう情報を先に聞いて、それからガンダムを見たりとかですね、ここのギレンのセリフは燃えるっていうのを読んでから、そのガンダムに参加したような人が増えてきてですね、ちょっとあの、僕が思う方向と違ってきてるのが、今のこう現状だと思うんですね。なので、ええー、まあ、 そういう人たちに対して僕がこ見方を教えるというとまた,また同じことになっちゃうんですよ。ランバラールのかっこよさを、かっこいいというのの読んでから見るというのと変わらないと思うんですけども、一応カウンター情報ということはないんですけど、多分こっちの方が面白いんじゃないかなと思うんで、やってみようと思います。えー、議連の演説だけをベースにちょっと話をしてみます。この映像の上に、えーし、我々は一人の英雄を失ったっていうセリフが被ると。 これがこの議連の演説のきっかけです。多分その、この位置から演説が始まったかどうかではなくて、あの、まあ、全チャンネルで放送しているわけで。ただ、つなぎとして、呆然としている主人公の少年に、敵のボスの演説が、声が入り始めるというですね、割とこのつながりとしてはすごくうまいやつですね。我々は一人の栄養を失った。で、次にですね、えー、ホワイトベースのブリッジのシーンになります。 こういう感じですね。ここにあの、オペレーターのオスカーとマーカーという二人のレーダー集がいます。で、ここに、えー、ギレン総帥がまあ大きく映ってて、このカットが徐々に徐々にロングになっていくんですね。で、ブリッジでみんながそれを注目しているのがわかる絵になっていくんですけれども、しかしこれは敗北を意味するのか、否始まりなのだ、っていうふうに演説は続きます。 議連の演説このまま続いて、地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず、今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。議連の演説は基本的にアジテーション演説ですね。みんなのやる気を上げるようなやつなので、時々ですね、えー、疑問符を入れますね。なぜかとかですね。あの、どうしてだみたいなことを言って、それを自分自身で答えるって形の、まあ、独裁者のアジテーション演説という形になっています。で、 これあのアニメーションでですね、ここまで敵の演説を長々と聞かせるのは多分、そのこれまでのアニメの歴史でなかったんですよね。っていうのは、敵の理念とか理想とかやりたいことをそんなにこう、語らせようともしなかったし、おまけにその、なんだろうな、聞かせたいだけの内容がなかったんですね。初めて今回、機動戦士ガンダムという作品の中で、えー、敵が何のために戦ってるのか、何の、 何を求めてやってるのかっていうのを長い時間かけて、富野周期がですね、見ている人に語りかけてる内容であります。えー、ジオンの国力は30分の1以下である,であると。圧倒的に実は自分たちの方が不利なんだっていうのをですね、議連が語ってるんですね。これも珍しい。大体これまでのその、こういう点のシーンあまりなかったんだけども、あるとしたら、例えば我々は圧倒的な武力を持ってるみたいな、 ことを言ったり見せたりするシーンが多いんですけども、まず、えー、我々が戦っている相手は自分たちの30倍以上の兵力を持っているっていうふうなことを言ってですね、にもかかわらず我々は今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。えー、で、ここでですね、えー、ようやっと、帰還する、えー、竜たちが映ります。で、えー、諸君、我がジオン航空の戦争目的が正しいからだっていうふうに怒鳴ります。 なぜかという問いかけに関して、我々が正しいからだというふうに決めつけて怒鳴るわけですね。で、そこに帰ってきた竜とかですね、隼人っていうのは、かなりこう、のんな顔しています。ブリッジの方は、その自分たちの正当性を訴えるジオンに対して、まあ割と険悪な雰囲気なんですけども、彼らにしてみれば、今戦闘が終わったところだから一応、ほっとして帰ってきた。そうするとブリッジの雰囲気がいつものお帰りご苦労様じゃなくて、すごい緊張しているものになっているんですね。 そこに入っていくんです。で、ブライトのセリフが被されます。ジオン名当てつけに実況放送を世界中に流している。アムロを見ておくんだな。っていうふうにブライトが言って、アムロが、は、はいっていうふうに答えます。で、さっきまでの、ちょっとこれフリップと違うんですよね。えー、これはですね、いわゆるホワイトベースの人たちの主観なんですよ。だから、議連の前にこういうゲージっていうのかな、線がかかってます。 ところが次のカットになると、もうこの線がなくなっていると。まあ、同じモニターのこのフレームは入っているんですけども、あの、作ってる側はより主観に迫りたい映像になっているんですね。あの、客観情報としてモニターなんですよというよりは、徐々に徐々にこの人の演説、ギレンザビの演説に見てる人間の気持ちがだん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 乗っかってきてることを示すために、ここではゲージの線みたいなものを撮ってます。 一握りのエリートが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して54年っていうセリフがあります。えー、かなりね、難しいセリフ。これはあの、小学生を見てるアニメで54年、50年余りっていう意味なんですけど、54年っていう表現って普通使わないようにするんですけども、今回はそういう無理のある大人のセリフを使ってます。で、このセリフの最中にカメラが切り替わります。で何に切り替わるかっていうと、 宇宙戦艦ザンジバルが、まあ、あのー、大気圏のギリギリのところを飛んでいるのに被ってですね、夕焼けの空を飛んでいますで。ホワイトベースより西の空ですね、いわゆるよりアジア側に近い空ですから、ホワイトベースのところはまだ夕焼けになってないんですよ。 これ面白いところで、あの、ホワイトベースもまだ夕焼けになってなくて、ザンジバルのところだけは先に夕焼けになってます。後であのホワイトベース出てくるからわかるんですけど。で、すでにこれアジア上空で、おそらくその向こうにある、あの、マクベのですね、えー、中国からソ連に渡ってある基地に向かっている最中でしょう、えー。宇宙に住む我々を、我々が自由を要求して何度連邦に踏みじられたかを思い起こすがいい。 っていうふうに言います。ずっとですね、この、えー、地球連邦が、えー、一握りのエリートが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配し、地球連邦を支配して54年宇宙に住む我々が自由を要求して何度踏みにじられたかっていう正当性を言ってるんですね。もうこの演説内では完全に連邦が悪者。で、ジオンは自由を求めるために仕方なく立ち上がったという構図なんですよ。で、これは別に、 その、アジ演説として言ってるだけでなくて、実は機動戦士ガンダムの中で完全にそうなんですね。後に、その地球連邦の政府高官とかもいっぱい出てくるんですけれども、基本的に反乱軍、ジオンは反乱という扱いなので、見ている子供たち、特にその中学生、高校生っていうそのハイティーン、ローあミドルティーンからハイティーンの方にしてみれば、完全にそのジオン側を悪とは言えない、悪者扱いできないというようなポジションになっています。 でえー、ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由の戦いを神が見捨てるわけがないっていうセリフがあるんですけどもこれはもうそのザンジバルのブリッジの中で戦闘が終わってコーヒーを飲んでいるランバラルとそのランバラルの肩に手をかけるハモンっていうのを映しながらこの演説をやってます。つまりこの演説を 本当は地球中の人が聞いてるわけですから、地球のいろんな酒場とかですね、家庭とかを映してもいいんですけども、あくまで制作者のカメラは当事者のみを映します。つまりホワイトベースの中と、あと、えー、ザンジバルの中ですね。で、それだけでやってきます。で、いきなりここに、その2社だけでやってたのが、第3の視点が入ってきます。 ギレンのですね、演説でですね、初めて敵側のですね、あの、我々の正当性っていうのは語られるんですけども、まあ、よくぞあれを12話まで我慢したと、えー。もっとね、早く書きたいはずなのに、あれを12話まで我慢して、あくまでアムロに密着した物語にすることによって、機動戦士ガンダムっていうのはものすごい、見てる人間にとって参加してる感っていうのがあるんですね。だから、 いや、もうやりたいんですよ。作り手としては、とりあえず場面変えて、で、えー、向こうの事情を説明してっていうのを、できれば1話のうちか2話になったらやりたいぐらいなんですよ。で、今のアニメって全部あの11話とか12話ぐらい構成作られてるから、こういうネタバラシとか敵側のネタバラシってやっぱ、 4話か5話ぐらいでもう始まりだすわけですよね。尺がやっぱり尺というかシリーズが10話ぐらいだったらそういうふうになっちゃうんですけどもやっぱあの基本1年続いたアニメが当たり前だった時期でこの1年という時期を有効活用したアニメなんてほんとほとんどなかったんですね。でそれをそのあ1年の使い方ってこういうのがあるんだっていうのを、はっきりと視聴者に なんだろう日本中の視聴者に別かるに見せたのがやっぱアルプスの少女ハイジーだったんですね。ハイジー以前にも,もちろんそういうシリーズ展開やってるアニメあるんですけども、やっぱり一般の視聴者層にとって1年かけたらアニメってこういう流れが作れるんだっていう大河ロマン的なというかですね、大河的な 大きい流れというのはハイジで見せた。そこで、あのコンテに参加していた富野義行が作った機動戦士ガンダムというのは。これを12話まで我慢できたわけですね。12話間っていうのが、ね、絶好の位置で、ここら辺がこう没入感のポイントになっているんですけれども、ですね。 あとあの演説の内容ですね。あの、我々は地球に比べて30分の1の国力っていうのがあるんですけど、これもね、あのアニメの常識外れです。大体ですね、攻めてくる敵は圧倒的な兵力でやるはずなんですよ。で、それをですね、その、あえて敵のですね、狩猟、まあ、悪そうな顔したやつですよ。悪そうな顔したやつが、我々は地球と30分の1の国力しかないって、 言いながら、背筋を伸ばして、でも俺たちには正義があるから負けないもんみたいなですね、演説されると、やっぱり、見てる人間のこの居心地の悪さですから特に今回は、見てる人間はもう、てかまあ、まあ、小中学生のですね、男の子たちの気持ちは全部アムロ君に言ってるわけですよ。アムロ君に言っていて、何アムロ、目白くしてるんだよ、早く戦えよって言って、生きようと思ったら、なんだよ、あのなんか紫色のボブルスーツやたら強そうじゃんって思ってて、見逃してくれ 今回これで終わりか。ロボット戦と案外短かったなと思ったらいきなり何なかいかつい顔のです、ね、お兄ちゃんがガンガン演説してきて「俺ら敵より強かったのええ?」っていう申し訳ない気持ちっていうのですねなんかあの急に弱い者いじめをしてる側のですねなんかだからなんかあのやたらこうドラマとしては今回複雑なですね なんていうのか見てる人間、視聴者の心理をこう、揺さぶるような出来になってますね。